日本人の正体、ハキンベンは、嘘、実はみんな、ズボラー、弥生は、20代30代の男女計400名を対象に、ズボラに関する意識調査を行い、その結果を公開した。今回の調査では、すべきことをせずサボってしまうことを、ズボラと定義している。自分自身をズボラと思うかを聞いたところ、約6割が、自身をズボラと思う、と回答している。さらに、普段仕事をしていて、面倒でやるべきことを先延ばしにしてしまうことがあるか、との問いにも、よくあるたまにあるを合わせて約6割があると、回答。やるべきことを面倒と感じ先延ばしにしてしまう。ズボラー肩着を持った人が多く存在することが明らかとなった。実際にどのような仕事を面倒を感じるか聞いたところ、肉体的な疲労を感じる仕事や頭を使う仕事を抑えて、細かい作業が要求される仕事単純作業がトップ2となった。肉体的精神的な疲れよりも細かく単調な作業を面倒と感じることが見て取れる結果となった。民の声に続く。